ピーナッツスープとマッシュポテトとファリナのフフフフは西アフリカ、中部アフリカの料理である。主に芋料を薄で破砕して湯で練ったものでアフリカ中部から西部諸国の伝統的な主食とされている。伝統的な調理方法。調理の様子は日本の餅つきにも類似するものがある。主に澱粉質の根菜やプランテンを茹でてから薄で突きつぶすか、トウモロコシや 雑穀の粉を熱湯で練り上げ、好みの硬さに調整する。見た目や舌触りは餅に似ている。カメルーのフランス語圏では、クスクスと呼ばれるが、モロッコのクスクスとは別物である。夫婦は、スープや煮込み料理を添えて、主食として食される。西アフリカでは、夫婦は主にキャッサバ、ヤムイモから作られ、タロイモ、プランテン、トウモロコシ、ガリを混ぜることもある。 例えば、ガーナでは、夫婦は主に茹でたキャッサバと、未熟なプランテンを合わせて作られるが、タロイモやヤムイモが用いられる場合もある。今日では、粉末の製品が用意され、湯を混ぜるだけで簡単に作ることができる。中部アフリカの夫婦はキャッサバから作られる場合が多いが、セモリナ、ベーやインスタントのマッシュポテト、ジャガイモ澱粉を材料とすることもある。現在、 裕福な家庭では、フードプロセッサーを用いて、夫婦を作ることもある。今後民主共和国での夫婦作り西アフリカや中部、アフリカにおいては、夫婦は、オクラや、ホシウトマト等から作ったスープと共に提供される。ガーナでは、トマトスープ、パームナッツスープ、ピーナッツスープや、タロイモの葉のスープ等と一緒に食べられる。スープの国は、生や、 燻製の肉や魚が使われる。食べる際は指で塊のフフを摘み取り、親指でサジ状に成形する。そのままスープをすくい取って食べるのである。ガーナやナイジェリアでは噛まずに飲み込んで食べられ、フフを噛むことは不作法だとされる。ブラックアフリカではトウモロコシ粉を材料とした似たような主食、ウガリが食べられている。ウガリという名前は、 ケニアやタンザニアで使われ、ザンビアでは、ムシマ、マラウイでは、ムシマ、ジンバブエでは、サザ、南アフリカ共和国では、パップ、ウガンダでは、ポショ、コンゴ民主共和国では歩く、ルク、フフ、ムシマ、モテケ、ブガリ島と呼ばれている。ナイジェリアのフフは白くて、粘り気がある。ビー玉台のサイズのフフにくぼみをつけて、右手に持ち、スープをすくって、一緒に食べる。 夫婦はチヌア・チェベの小説、崩れゆく絆でしばしば描かれている。キューバ、ドミニカ共和国、プエルトリコなど多くの奴隷が西アフリカから送られたカリブ海地域の国々では調理用バナナ等を潰して同様のものが作られる。キューバでは夫婦デプラタのドミニカ共和国ではマングルと呼ばれている。カリブ海の夫婦はアフリカの夫婦と比べて硬く。 オリーブオイルを混ぜながら潰すのが特徴で主食ではなく副菜として食べられる。ありがとうございます。